こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本でも次々と導入されている F-35A ステルス戦闘機だが、今、この F-35A ステルス戦闘機をめぐって、各国、導入に手をこまねいている。それは、高額な上に、米国から条件付きでの購入計画となる。例えば、米国の F-35A と日本の F-35A 戦闘機では、性能はまた違う。日本と韓国でも、性能や仕様が違ってくる。ここはランク付けとなるのだが、米国と同等か、それよりも下のスペックなら十分だろう。二つも三つもスペックダウンされると、やはり購入した側にとっては、痛い出費となる。それに組み立てができる国も限られている。日本は組み立てラインもできているので、F-35A の優遇としては、上位ランクに入る。だが、日本組み立て1号機の F-35A ステルス戦闘機は、不慮の事故により、パイロットと戦闘機が三沢基地沖で消息を絶ってしまった。今でも思い出すが、事故直後日米での捜索が行われたが、パイロットの死亡。機体は損傷している事態になった。ハイテク戦闘機でも事故が起きるとことが分かった。これを教訓に、パイロットの安全と機体性能を向上させたいものだが、ここに来て、なんと、毒が、自国の戦闘機選定に迷いが出てきた。独といえば工業先進国のはずだが、ではその内容を見ていこう。2020年3月現在で日本をはじめとして多数の西側諸国に採用され、今やそのオーダー数は4000機を超過する勢いのベストセラーとなっているのが、アメリカ製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2だ。日本では航空自衛隊が通常の陸上飛行場から運用する A 型の配備を進め、戦後初の航空母艦化が話題となった護衛艦、出雲、加賀の艦載機としての運用が可能な B 型を海上自衛隊が導入することが決定している。こうした動きの中で西側諸国の一国であり、かつ、ヨーロッパの NATO 加盟国の中心でもあるドイツは、今のところ、この F-35 ライトニング2戦闘機を採用する予定がなく、別の方法で第5世代戦闘機の時代に対応することになりそうだ。ドイツ空軍では、現状イギリス、イタリア、スペインと共同で開発した、ユーロファイター戦闘機と、さらに、前の西ドイツ時代に、イギリス、イタリアと共同開発した、バナビアトーネード攻撃機を運用中だが、後者の代替機が、問題となっている。トーネード攻撃機は、1979年に、本格的な生産が開始された機体であり、初期に収益したものは、すでに40年を超えるロートル航空機となっており、採用国の中ではイギリスが2019年に
前期の退役を終わらせている。当然、ドイツ空軍でもトーネード攻撃機の代替機選定は検討されているのだが、さらに先の第6世代戦闘機開発としてドイツとフランスが推進している FCAS プロジェクトがこの問題を遅らせる原因とも考えられている。これは F-35 ライトニング2戦闘機自体がアップデートを行うことで第6世代まで対応可能とされている点が問題のようで、 FCAS プロジェクトで開発中の戦闘機と用途が重複し、同プロジェクトの存在に疑義が生じかねないからだと見られている。そしてフランスとの FCAS プロジェクトで開発予定の戦闘機をなぜドイツが重視しているのかといえば、現在のユーロファイター戦闘機で実施されている自国内での生産やメンテナンスなど戦闘機製造技術を維持するためだろう。このあたりの兵器の自国内生産能力、技術を維持したいとの考えは、F2 戦闘機の後継機問題を抱え、こちらの対応も未定の日本からしてみても大いにその心情が理解できるものではないだろうか。ただし日本以上にドイツの戦闘機問題が複雑なのは、 NATO 加盟国の中の比較兵器保有国としてアメリカとの間で締結された核兵器を NATO 内の有事の際に共有するニュークリアシェアリングの義務が課せられている点が挙げられる。このニュークリアシェアリングの義務にのっとり、現在のドイツ空軍は保有する一部のトーネード攻撃機に核兵器の運搬機能を付加しており、つまり同機の代替機を選定するにあたっては同様の機能を持たせる必要があるのだ。そのため同じ NATO 加盟国の比較兵器保有国であるイタリアやオランダがすでに導入を決定している F-35 ライトニング2戦闘機 A 型であれば、条件適合が明らかであるにもかかわらず、その能力を備えた別の戦闘機を探さざるを得ない状態だと言える。ここでドイツが検討している戦闘機が2案に絞られ、まず既存のユーロファイター戦闘機の追加配備、次にアメリカ製の FA-18EF であり、両機ともにニュークリアシェアリングに必要な手続きの説明をアメリカに求める動きを見せている。アメリカにとってみればユーロファイター戦闘機はこの件に関して全くの想定外であり、 FA-18EF に関しては自国で一部の戦術核兵器の運用をしているとはいえ、これをドイツでも適用すると明言するかは微妙だろう。そもそもアメリカという国自体も製造元たるロッキード・マーチン社のいずれもすんなりとドイツが F-35 ライトニング2戦闘機を採用してくれることが自分たちにとって最も手間がかからず有意義な方法だとみなしていると思われる。素人目にもドイツとアメリカの両者の思惑に大きな隔たりがあり、双方が納得できる解決策は
なかなか見出せないように思えるのだが、ドイツとしては2020年中に結論を出すという決定を国防長官が示している。もし仮にアメリカの言い分で押し切られるとすれば、ドイツも F-35 ライトニングに戦闘機を導入する国の一つに名を連ねることになるが、その場合、フランスとの FCAS プロジェクトがどうなるのか気がかりだ。フランスは、このところも自国産の兵器の使用にこだわり続けており、かつてユーロファイター戦闘機プロジェクトから降りて独自に自国のみで開発したラファールを主力戦闘機として運用している。しかし、もはや通常の国が自国のみで高額な開発コストを負担する戦闘機開発を行うことは不可能と見られて、ドイツとの FCAS プロジェクトが難航した場合、フランスの今後にも大きな影響を与えるだろう。